ハンマー家の本家のハンマー岩尾先生です。ハンマー家の、本家ですね。今回ね、話をしたかったのは、日本の社会はね、外国も同じようなもんだと思うんですけれども、日本の社会はね、定年になって80か90ぐらいまで生きるということを考えて、仕事をします。それでね、それを教えた理由はね、意味が分かんないと言われるかもしれませんけど、まだ、そこまで生きられて捕まらないね、逃げ切れるということで、反殺人や団体で犯罪して稼ぐことが多いですね。稼ぐことがほとんどでしょうね。全員そうでしょうね。自分が長生きできる範囲までに仕事をするんだけども、ほとんど犯罪ですね。90ぐらいまであったら捕まってしまうということでね、自然に死ぬと。だから、その捕まえられない程度までね、一生ね、を目いっぱい犯罪して盗みで生活費を稼ぎます。誰でも、日本人は。だから団体で人殺しもしますしね、盗みで。そういう人間たちですね、日本の社会の、実際の生き方は。だから誰も悪いことしてない人いないんですね。私以外ね。それで、まあ今日肉食生物ですね。引っかかった人はね、働かされたりね、引っかかった人はそのままタラで働かされて死ぬ場合もいますしね。教育するとね、どれみてにあんまり利口じゃないから、人間誰でも。教育しちゃうと、団体で教育しちゃうとね、奴隷になっちゃいますから。普通に外出てても普通の人と変わんないように教育しちゃいます。だからそれも同じですね、外国もね。で、またね、盗みたい人、団体が盗みたいという人から殺して財産盗んだりもしますしね。役所も全部同じですから。定年からまた80、90ぐらいまで生きても捕まえられないと。だったら犯罪を目いっぱいして稼げるものだったら、団体で人殺しをして盗んで社会で生きます。だから誰でもそうですね。それで生きてますね。正しい仕事は役人だろうと警察官だろうと誰もいませんね。それが自分が生きられると思う90歳ね、マックス、そこまで逃げられる、逮捕されないまでね、の悪いことは 100% していきます、ね。外国も同じようなもんだと思いますけれども、日本人っていうのはそういうね、今日肉食生物ですね、特にね。ね、分かりやすく教えると日本人は全員そうです。ね、まずそれだけ注意しておいてください。ね、で、個人だとすぐ捕まっちゃいますからね。団体で犯罪でお金を盗みます。社会でね、いろいろ騙したりとかね、引っ掛けたりしてね、ね、会社を潰したりとかね。そういうことです、ね。注意することはそれだけですね。よく外国人が日本人を注意することは、外国も同じだと思うんだけど、そういうことはもう 100% やってます、ね。注意してください。